三列成分はいて座にある三光成分。成分が三つの部分に裂けて見えるところから三列成分と呼ばれている。ただし、実際に成分が三つに分割されているわけではなく、M20 の輝いて見える三光成分の手前に位置する暗黒成分の姿により、後ろの三光成分が三つに分割されているように見えている。M20 は、 北側と南側で性質が異なっており、北側は青い反射星雲、南側は赤い気仙星雲となっている。このうち3列に見えるのは、南の赤い気仙星雲側である。また、付近には M20 から生まれたとされる大型の青く若い星が120個ほど存在しており、星団も兼ね備えた構造となっている。大型星からは強烈な放射がガスを吹き飛ばして、 その周囲ではもはや新しい星の生成は起こらない。距離は5200光年ほどと推定されているが、2200光年から9000光年まで諸説分かれている。同じ伊手座に存在する日型星雲のすぐ北に位置している。また、M20 の北東には M21 三回星団がある。M20 は双眼鏡では日型星雲と同視野にぼんやりと見えるだけで、 昇降系では三つの部分に見るのは難しい。中央部の星雲の結び目にある、三重星、NH40 は、ウィリアム・ハーシェルが発見したもので、後計10センチメートル程度の望遠鏡から見え始める。NH40 ははっきりと色が違って見える。一つはからし色に、もう一つは木炭が燃え尽きるような色で、最後の星は白に見えるという。 ンチ2 0トルの望遠鏡では暗黒体が条件の良い時に見えてくる。ンチ3 0トルではさらに4つに分かれた様子を観測することができ。さらにンチ5 0トルでは暗黒体内部の複雑な様子を観測することができる。M20 は肉眼では見にくいが写真撮影には適しており、比較的容易に3つに割れた姿を写すことができる。 近年、ハップル宇宙望遠鏡などによる鮮明な映像により、星雲内に存在する原子星からジェットが発せられている姿を捉えられている。その長さは0.75光年にも及ぶ。ハップル宇宙望遠鏡によって観測されたジェットメシエは M20 を星団として記録した。M20 が星雲に囲まれていることは M20 の近くにある。 M21 の記録にのみ記されている。三列星雲と名付けたのは、ジョン・ハーシェルである。ところが、この名前は写真を初めて見た人を惑わす。ジョンの父である、ウィリアム・ハーシェルはこの星雲を四つに分けてカタログしていた。実際、この星雲は四つの部分に分かれているようにも見え、クローバーに例える人もいる。ありがとうございます。